シュンに創業級を任せた聖夜は教皇の間を目指し、神父のバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い、トゲにかすっただけで五感を失い死に至るデモンローズの猛毒にかかった聖夜は、ついに道半ばで倒れてしまうのだった。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。聖夜いけない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。聖夜、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、聖夜。その声はマリンさん。喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリンさん、お前を担いで行ってやるつもりが、どうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。聖夜、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで参ってたまるか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星剣で吹き飛ばしてやる。やった、デモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇のまま目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。聖夜、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら必ず返させてもらうからね。だから決して死ぬんじゃないよ。